グエルチーノ、我アルカディアにもありき、ローマ国立古典絵画館、グエルチーノこと、ジョバンニ・フランチェスコ・バルビエーリは、バロック期のイタリアの画家、エミリアの出身で、ローマ、ボローニャで活動した。グエルチーノという言葉は、ヤブニラミという意味で、彼が写真だったことから付けられたあだ名である。グエルチーノは、特にその超一流のスケッチで注目に値する。グエルチーノは、 ボローニャとフェラーラの間に位置するチェントという村で生まれた。17歳になった時にはボローニャ派の画家、ベネデット・ジェンナーリと仲間になっていた。1615年にはボローニャに住んでいて、そこでグエルチーノの絵は年上のルドビコカラッチの賞賛を得ていた。グエルチーノは2つの巨大な絵をカンバスに描いた。ペリシテ人たちに連行されるサムソンとカラスに食事を奪われるエリアである。 その絵の中には、自然主義画家カラバジオ風のスタイルが見られる。なお、この二点は、フェラーラに来ていた、教皇特使、セルダスーキ教のために描かれたものである。我、アルカディアにもありきは1618年、ピッティ宮殿にあるアポロに川を剥がれるマルシュアスと、同時期に描かれた。彼自身がよく言っていたことだが、グエルチーノの初期のスタイルは、チェントのアンニーバレカラッチの影響を受けている。 それが後期の作品となると、彼と同時代の巨匠、グイドレーニの作風に接近し、より明るく明瞭な絵を描くようになってゆく。ちなみに、生前、グエルチーノは大変高い評価を受けていた。バビロンの反乱の知らせを大きくセミラミス上、カラバッチオの影響が明らかである。ボストン美術館所蔵それから、グエルチーノは、エンツォ・ベンティボー旅行者によって、 ボローニャのルドビシオ家出身のローマ教皇グレゴリウス15世の元に推薦された。ローマで過ごした1621年から1623年の間、グエルチーノはたくさんの絵を描いた。カシーノ・デビラ・ボンコンパーニルドビージのフレスコが、アウロラ、サン・クリソ号の教会の天井が、栄光の聖クリソゴネス、グレゴリウス15世の肖像が、そしてグエルチーノの傑作と言われている。 バチカンのために描かれた聖ペトロニラの埋葬などなど、グレゴリウス十五世が没すると、グエルチーノはチェントへ帰郷した。1626年には、ピアチェンツァ大聖堂にも複数のフレスコ画を描き始めた。1642年のグイドレーニの死後、グエルチーノは工房をボローニャに移し、町の主要な画家となった。列挙のフランシスコ修道会は、百五十五年、 グエルチーノの祭壇が聖母子の絵を見せる聖ルカに300ダカット金貨を支払った。コルシーニケも1657年にキリストの鞭打ちの代金としてグエルーノに300ダカット金貨を支払った。グエルチーノは絵を仕上げるのが異常なくらい早かった。教会のために描いた巨大な祭壇画の数も106点はあり、それ以外の絵の合計もおよそ144点あった。 彼はまた優れたデッサンを数多く描いた。彼の作品には多くの素描が含まれている。グエルチーノは1666年に亡くなるまで絵を描き、教え続け、相当な財を成した。ありがとうございます。